じゃあ岡田さん、ビルパンなんですけれども、それは何か狙いがあるんでしょうか。まあ、一応体が綺麗に、はい、見えるように、まあ、全体的に綺麗に見えるように、はい、まあ、よく履いちゃう人で失敗例が、こうやってまっすぐに履いちゃう人が多いんですよね。はははは、まっすぐに履くと、はい、まあ、全体的によく見えないんで、はい、ここの骨に引っ掛ける感じで、はい、こう Y の字で履いてもらうと、はい、なんか足も太く見えるし、はい、足も長く見えるし、はい、で上半身もウエストが細く見えて、はい、まあ、審査にはいいかなと思っております。はあ、そういう履き方。そうですね、普通なんか普通のね、みんなトランクス履くときとかまっすぐなるように履くもんね。そうですね、はい、あ、そのこれはもうビルパンだけかもしれないですね。だけ、このこだわりが、足長く見えるって大事ですもんね。そうですね。でも実際足短い人やったらどうなるんでしょうね。そうは微妙ですね。微妙ですか。そう、あ、でも皆さん、岡田さん足の太さすごいですよね。いやいや、はい、ありがとうございます、はい、岡田さんのビルパン履き方講座でございました。はい、ありがとうございます。